YouTube をご覧の皆さん、よろしくどうぞ。京一郎です。それじゃあ1分間トークスタート。いや皆さん、あのトリック動画って知ってますか？まあバインとかで今なんかちょっと流行ってるみたいなんですけど、あのこううまくこうなんか普段起きないことをこうマジック形式というか、まあ簡単に言うと、まあこの携帯がこうなくなるみたいなね、まあこういう感じのトリック動画なんですけど、まあその今後ね、なんかこういうちょっとトリック動画をなんか今度ちょっとできたらなと思ってるんですよね。だからなんかもしあの、こういうトリック動画が見たいとかあれば、ちょっと検討してみようかなと思うんでね。皆さんの方で、もしよかったら、私の方に、京ちゃんのちょっとこういうトリックが見たいみたいな、もう物を消すなり、私が消えるなり、走るなり、もう何でもできますから、壁登るとかね。まあ、いろいろちょっと検討してみようかなと思うんでね。皆さんのなんかその辺の要望があればなと思います。あとね、最近ね、誕生日で、誕生日だった3月5日誕生日24歳になったんですけどもね、お友達から、プレゼントもらいましてね、安本さんね、安さんから青年安本さんからね、お友達誕生日プレゼントもらいましてね、この香水をいただきましたね。シャネルのなんか安本さんが使ってる香水なんですけどね、ちょっとおデブにはちょっとあんま使わないようなお匂いなんですけど、とてもダンディーな香りがして、外で出かけるときはこの香水をつけてます。本当にありがとう安本さんね。もう今日はこれ1分に収まったやろ。どうだ、もうこれで完璧だよお前。カン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 って言ってるだろお前。完璧よ。